神羅カンパニーより乗客の皆様にお伝えします。本日アバランチと名乗る反神羅組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番魔航路、駅からは市街地の裏道を抜けている。魔航路内に入っちまえば、あとは1番と同じ。魔航溜まりを目指す。派手にドカンとかましてやるぜ。JC とウェッジの分まで俺らでやり遂げる。目立つか。お前らはここにいる。クラウド、まもなく ID スキャニングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。ああ、すぐ戻る。ありがとう。君はこれでもう擁護するのか。迷惑だ、アバランチなんて。ああ？爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。魔航路を止めたりするもんか。へえ。なんだ、文句あるか。文句だと？なの？特にない。ふん。はっ。あんたはどっしり構えてろ。ちゃ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 んちゃ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 んだ。ティファはどうした？ほったらかしにすんじゃねえ。文句はないんだろ。おい、うろちょろすんな。スキャニング中です。どうして？なんだ？臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。
後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。クラウドはそいつらお願い。任せろ。車両のシステムを起動。3分後この車両は破壊されます。とにかく前の車両に。先回りじゃねえ。前の車両に行け。ここ助かりきれたらもっと行け。クラウド、車両のシステムを起動して、まもなくこの車両が破壊される。急げよ。どういうつもりだ。そこならきっと安全だから。私は死んだ社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。キリがないな。世界 ID 処理者3名の隔離を確認。相当フェーズに通りますソルジャー様の言う通りってか。仕方ない。駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。行けるか。大丈夫。や、覚悟はいい。やってやる。落ち着いていけ。私に任せて。ここで決めよう。当てる。はっ、行くよ。当てない。畳みかける。はっ、当てる。わっ、やっ、相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。逃げても無駄。ここで決めよう。散らす。遅い。
よ。いや、ただじゃ済まない。進むぞ。プラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅から真っ当に魔航路を目指すルート。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。E まで。アハハハハハハ、ついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコール線でね。まずは線路沿いにマコール方面に進む。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。五番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。いけるぜ、いける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。え？被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。ね、部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。
目印は神羅の犬の絵だ。壁気にしとけ。犬中堅スタンプ。やつの鼻が向いてる方に五番魔航路への道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。帰り討ちにしてやろう。連携しよう。おう任しとけ。本番はこっからだぜ。そっちはどうだ。私に任せて。さあこっちだな。かける。あっ、いや、そこそこだ。マコロは青信号の先だぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。昆虫パークでも作る気かよ。あ
上手にかけてるね。ああ、いけつかねえ感じがよく出てるぜ。見て、シンナも一応駆除してたみたい。やる気は無視だけど。どうせまたすぐ湧いてくる。適当に終わらせて帰るぞ。どこから入ってきた？覚悟はいい。何やってやったんだ、こっちか。警戒しよう。俺の見せ場だ。甘い。とっておきだ。追い詰めたぜ。こっちだな。そっちはどうだ。頑張る。その確認しとくぞ。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風隊との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。ですが、お貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E 区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。がハ
ほら、また神羅の犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを忠犬だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。マリンの絵本を思い出すぜ。バカでかい迷路に閉じ込められるやつ。進んでも進んでも壁で。壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。おい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員蹴散らすしかねえ。ビッグスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進もう。どういう意味だそれ。使われてない場所だよね。違ったか。これか。離れろ。
連携しよう。私に任せて。おたえ。よろしくね。俺の見せ場だ。そこ。やっておけだ。行けんだろ。おとりになるよ。攻撃をお願い。煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。
あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常地の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハガッハ。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってる。せめえ。大丈夫？おお。一番マコロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えなら何だ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。この先はちっとばかし面倒だぜ。今さら。